はい、ご視聴していただいてありがとうございます。信長の予防大使、ウィズ・パープリット。信長誕生シナリオで小弓、足利家、ね。で、やっております。第4話です。小弓、足利家、ここ1個だけの面白かったんだけど、ちょっと取られちゃうかなと思ったけど、あ、なんか倒せそうだね。問題ないね。うん。ということで、歩兵やっていこうか。3個のお城を奪ったんだよね。うん。うちらのお城、うちらの武将を、ね、山内上杉が持ってったんで激しいんで、武将の引き抜きをね、承知いたしました。これでね、ちょっと頭に来たんでっていう感じですね。3000ぐらい承知いたしました、うん、でここは3200で取れるんで、ところも取れそうだね、うん、お市場も多分取れるんじゃないのかなっていうとこだね。じゃあ進めていこうか。商業進めてない、商業進めて、かしこまりました。となると闇取引もやってないの、闇取引も取引を行いましょう。闇取引、皆の者、我に続け。取引を行いましょう。2300したら戦争力って、かしこまりました。もう多分これ以上買うとね、ちょっと兵糧つかなくなっちゃうかなと思うんで、じゃあこれでいこうか。あー、よしあき間に合わなかったか。武将入ってきたんだね。こっちも武将1いる。八王子武将1いるけど問題なさそうだね。うん、これは、ここはしよう。交渉で。ここは。は。あと何にした、これ。72日ある。上腕決定にしようか。142じゃ勝てるんで。次なる戦も必ずや勝つ。で、あれ、あ、離れようと思ったけど、城外決戦やってる間にあれだ、潰しちゃった舞台な、吉明の舞台な。もう市場行った方がいいもんね、これはね、こっちよりね。じゃあいいかな、このまま進めよう。これは取れる。我らを甘く見たような。22日いいでしょう。裏切った。信ちょっと待って、信玄も信虎も信玄もこいつら本当に勘弁しろよ。どこにいる信虎と信玄。原さんも取られたでしょ、信虎も取られたでしょ、で信玄取られてるでしょ。ほんと勘弁してほしいよね。ああ、あれか、俺送って信玄を独立させるとかね、うん、信虎を独立させるという手もあるね。どこで当たるこれ。手を打ちましょう。問題ないね。行こう。相手方が出てきた。解放基準。勝ち時をあげよう。で、これこっち行って。我に続け。あれ、信虎引っ込んだぞ。出てきたけど引っ込んだぞ。出てきたけど引っ込んだ。怪しいな。手を打ちましょう。怪しいな。怪しいな。よくなんか殺されたな気がする。ちょっと行ってみようか。
報告いたします。ご命令を。はっ、歩兵しよう。4500、5000まで出せるか。承知いたしました。5000にしといて、じゃあちょっと様子見だね。うん、この辺とはガチガチで当たるような感じになるね。うん、でここら辺とかこうはしときたいんだけどね。取引を行いましょう。偽物か、騙されたか、しょうがない。じゃあ進めていこうか。志果たさずして賞は終えられぬな。強行40日。これどうなるんだろうね。ああそんなでもない。そういうことね。まあ行為しとこうか、とりあえずお城壊しとこう。うん、でこいつがこっちに来ればいい、問題ないんで。うん、こっちはどうよ。68、方位47、方位にしといて撃って取られたら問題ないね。じゃあいいんじゃないのかな。もうこいつあれだね、もう終わったね。うん、こっちとこっち挟み撃ちで、北条さんはこいつと同盟してるんで、従属なんで、北条さんの伸びしろが潰したね。うん、北条さんがここを攻めに行くんだったらまた話は変わってくるけどね。おだけ、あ、いいでしょう。報告いたします。表情を始める。計りごとならばお任せよ。商業、軍事、農業を進めようか。41、42、38。これにて表情を終えるぞ。あ、兵糧流通とちょっと見てる。まあとりあえず農地一応取っとこうか。ご命令を。農業、あ、商業進めて。はで、あとは闇取引だね。あ、まだ残ってる。取引を行いましょう。3780。取り計らいます。で取り計らいます。悔しいな。じゃあそんなとこで進めていこうか。歩兵は大丈夫だよね。歩兵ちゃんとやったる。これマックスも溜まったってことか。溜まってないね。あー、出兵してるからってことか。じゃあちょっと4500まで上げとこうか。はっ、ちも4000まで上げとこうか。承知いたしました。じゃあ進めていこうかな。この城もらい受けるぞ。よし、すまねえな。いざ参ろう。でこっちに前進せよ。15日へ行く。まあ大して壊せてはいないけど、まあいいでしょう。進めていきます。で、これあれついた。じゃあこれで返そう。
横26日はい、楽勝です。あ、速攻手ついてる、速攻手。なりますん、上手走行してほしいんだけど。上手走行すると修正度高いからね。戦い続けるかかも。今しょうがない。じゃあこれ、あと見返しで出てこられるのめんどくさいから、ポイントに切り替えます。うん。報告いたします。ゲチオ。で、こっから、沼田行く？沼田は残しといてやりたいんだよな。これで、将軍残しといて。ただ3部隊いない。部隊数多い方がいいね。こんなとこ、ヨシアキ入れとこうか。こんなんでいいかな？ 4600 出てこないか。出てこないか。5000で行けば沼田が来たとしてもなんとかなるね。皆の者、周りに続け。40何日？あ、そうかそうか、沼田のところ通るからね。4回です。まあ、時間かかるけど、なんとか。見たか！我が軍略を！したら、唐沢山行こうか、これ。行けるね。大義は我らにあり！助立ちいたす。行くぞ。目からさえも向こう。出陣せよ。赤子の手をひれるようなものよ。はい、ということで信玄さんね。信玄も、信虎もね、帰ってきましたということで、原さんもね、帰ってきましたということですね。はい、ということでね。山本勘助も帰ってきたね。うん。はい。ということで、捕らえた武将、全部返してもらいました。で、そしたら今度これがあれかな。あー、こっち行くとあれか。ここ行くと、せっかくね、まだ敵対度が10ぐらいなんで。うん。行っちゃまずいね。小田城。小田城。通れないからな。沼田家行くぞ。いや、時間もないし、やめとこうか。うん。返そう。こんなんで。4000出てきてくれたのは、でかい。うん。いいね。うん、じゃあ、こんなんで、ここを見ていきましょう。みんな、見事な戦であった。うん。取れるね。うん。ね、そんな援軍を貸すようなところはね、あれですわ。おっと、また、どう感化してる？行くぞ。これ勝てないな。勝てないな。出陣するぞ。これでちょっと行こうか。うん、出陣しようか。一回潰しとこう。うん。
織田と通商は結ばない。横浜行ってきたら始めましょう、うん、報告いたします。ご命令を。じゃあ農業ね、やろう。はと商業を進めて、はしたら取引を行います。あれだね、闇取引入れてないね。皆の者、我に続け。取引を行いましょう。じゃあ、ちょっと取引を行いましょう。取り計らいます。取り計らいます。で、あと撤去で、いらないものは撤去しよう。準検所。うん。まだこの年代じゃ準検所を使うようなレベルの、戦いはないですからね。漁村が作れる場所あるんだ。新設で、ああ、漁村もあるんだ。じゃあ、ここら辺で、あれだね。承知した。どこか。はっ。はっ。かしこまりました。うん、こんなでいいかな。うん。で、交渉でさ、これがね、同盟だからね。うん。ここら辺はいじくらないようにしてた方がいいね。神殿やっとこうか。承知いたしました。神殿やってないんだ。承知した。織田はもうこっちによね、よこしてるからね。こんな感じかな、じゃあ。じゃあ進めていこうか。一回兵をひよらしとこう。うん。続け。まあ負けるんだけど、うん、ね、もう兵がだいぶ減ってるかなってとこだね。いいね、いいね、いいね。あ、沼田家もう講和でいいか。講和しとこう。承知いたしました。長岡味方します。手を貸そう。ルギモさん、ありがとうございます。みな、見事な戦であった。今日こ26日ね、いいね。使いの者が来たようです。どうだけどうしよう。あ、じゃあもうすごいしない。ただ三つの敵圏に下ったと思って、六冠総兵貸してほしい？どこ貸してほしいの？これ？ああ、軍馬もらうのはありだね。金銭の方が欲しいな、うち。ことじけなし。使いの者が来たようです。ああ、上田さん拒否に引っかかってんじゃん。報告いたします。表情を始める。計りごとならばお任せよ。一家の農業とこれでね、うん、よし、まだ信玄は裏切ってないぞ。62、40、これにて表情を終える。裏切ってない、大丈夫だね。多分今どこを裏切ろうか、どこに裏切ろうかって多分相談してるんじゃないかな。親父、どこと裏切る？勘助、お前もね、うん。どこに行くかちゃんと決めとけ、つって。勘助、お前最初にどっか裏切るところ行っとけよ、つってね。で、そっちの状況教えろよ、とかって多分
言って今相談してんだと思う。交渉、歩兵。やってないね。ここね、やっとかないと。は。お市場取れてるんで、結構、あれだね、やりはつ、は、やるの忘れてたね、歩兵ね。は。うん。こんなんでいいかな、うん。したら、商業進めて。取引を行いましょう。闇取引。ありがとうございました。よし、来たこれ。いいね。で、ここ、貸しちゃった。うん。うちらもいけるかもしれないね、これは。うん。うちらもちょっとこっち取りいける可能性が出てきたね。うん。じゃあ進めとこう。ほう、49日か。まあいいでしょう。楽だったら方位だとね。そしたらじゃあ次行くところ。沼田はいけない。こっちいけない。小田、いけないか。行かない方がいいか。だから8400行く場所なくなっちゃったね。沼田家と、那須家。沼田家の応援し、協力しててやるか。手を貸そう。この城、もらい受ける。はい、二人来たね。そしたら部分入場して。ほほ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 ほ。なんでこいつ、通る？通れねえだろ、お前は。ここは俺らの土地だ。今は待て。当て直したね。当て直したね。うん。これはいいね。で、合流しよう。進め！手を打とう。こっちにとりあえず行っとこうか。進め！あ、山本勘助よ、あれ？あら山本勘助、長尾に裏切ってたか。待てよ、そしたらあれじゃん。あった、こいつは。これ、剣心とかも持ってっちゃうんじゃないの？そしたらもう潰すよ。うん。報告いたします。ご命令を。裏切りすぎだよ、勘助。こっち行きたいんだけどさ、行けないんだよね。あ、これには攻め込み入れるか。半年経ったってことか。壊して。俺もあったらこっち行きゃいいか。じゃあ進める前に。取引を行いましょう。その前に商業進めよう。かしこまりました。取引を行いましょう。ありがとうございました。あ、違う、勘助裏切ったんじゃなくてあれだ、うちら貸し合ってるわ、長尾家に。うん、長尾家貸し合って裏切ったんじゃない。そうていうかさ、ひどいな、長尾家。うちらの兵だけでさ、ね、ここ落とそうとしてんの？いや、ずるいわ。うん。まあ、ずるいわ、というところで、まあ、とりあえず、ね、第4話ね、この辺でね、終了したいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。